ズケラン長年は日本の政治家、沖縄県南城市長、元衆議院議員。父は沖縄社会大衆党委員長、沖縄県議会議員を歴任したズケラン長方。琉球政府島尻郡大里村生まれ、ワシントン州立セントラルワシントン大学経済学部を卒業後、琉球大学法文学部経済学科に編入し、1986年に卒業。 大学卒業後、大阪府や沖縄県で英語教育に従事した。2009年、第45回衆議院議員総選挙に沖縄4区から民主党公認で出馬し、自由民主党前職の西目常三郎を破り、初当選した。2011年6月2日の衆議院本会議における菅第二次改造内閣、不信任決議案の採決では、党の反対方針に反して、 本会議を欠席し、投票を棄権した。6月13日の役員会で民主党は常任幹事会による厳重注意処分が下された。2012年の消費増税をめぐる政局では、6月26日の衆議院本会議における消費税増税法案を含む社会保障、 税一体改革関連法案の採決で党の賛成方針に反して反対票を投じた。7月2日、山岡賢治民主党副代表が図ランを含む衆院議員40名、参院議員12名の離党届を党執行部に提出した。7月3日、民主党は常任幹事会で離党者への処分方針を決定し、 ズケランを含む離党届を提出した、金37名には除名処分が下された。離党者を中心に決闘した国民の生活が第一には参加せず、当面は無所属で活動する意向を表明していたが、7月4日に衆議院に結成を届け出た、会派、国民の生活が第一、無所属の府には参加した。同年12月16日の、 第46回衆議院議員総選挙に無所属で沖縄4区から出馬したが前回下した自民党現職の2種目にダブルスコアの大差で敗れ落選した2015年東アジア共同体研究所琉球沖縄センター事務局長に就任2017年12月9日翌年1月21日投開票の南城市長選挙に出馬する意向を表明した 県下で、オール・沖縄勢力を形成する社民、共産、自由、社体、民進後等の推薦を受けたほか、オール・沖縄勢力が全面的に支持する、尾長がゆ沖縄県知事からも支援を受け、四選を目指した現職の小坂目春を65票の僅差で破り、当選した。2月12日付で第4代南城市長に就任し、2月13日に、 南城市役所に初登庁した。ありがとうございます。